質問ありますでしょうか。ABC テレビの大野と申します。よろしくお願いします。ロシアのウクライナ侵攻の件ですけれども、大阪府内でも市民がロシアの総領事館前で抗議を行ったりという市民活動をしているんですが、そういう平和を求める市民運動についてしてはどのように思われますか。その運動されることは、遠く離れたウクライナの皆さんの応援にもつながるんで、頑張っていただきたいと思うけど、ただ、我々は今政治家なわけで、僕も、日本の政党の党首、代表なわけですから、この遠く離れた日本のデモで、ね、ロシアが動くとは考えにくい。ただ、それは気持ち的には、ウクライナの皆さんの、心の支え的なものにはなるのかなとは思います、ね、でも、これ日本の国民の皆さんも今回の、これは、戦争によって、これはもうロシアを止めるために僕は今まで、にない経済制裁が必要だ、ロシア国民が、プーチンさんの不信任を突き詰めてもらうしか、この危機は今回ウクライナがある程度落ち着いても、もうそういういつこういうことが起こるかわからないわけだから、実際にプーチン大統領という人は力での現状変更をやったわけだから、戦争を起こしたわけだからね。だからやっぱりプーチンさんが大統領である限り、やはりロシアは世界とお付き合いできないよというぐらいのやっぱり経済的な制裁が必要なんじゃないかなと思ってます、うん、そうすると我々にも日本もロシアの天然ガスを輸入したり、要は化石燃料を輸入したり、いろんな取引があるわけだから、それは我々日本人国民にもデメリットは出てきますよ、負担が出てきます、うん、でもそれを国民の皆さんに理解してもらうのが政府の役割だし、我々の役割だと思ってます。だから我々とすると、もう昨日も維新国会議員政調会にも検討するようにということで言いましたけど、これまで我々はやっぱり原発については、使用済み核燃料の処理という、これがなかなか場所も見つからないという中で、やっぱり原発は消極的な、稼働について消極的な立場でしたけど、これ化石燃料入らない、油がガソリンも重油がこれだけ上がってる、そこで天然ガスももう取引しないとなると、これはもう日本のエネルギーというものが火力っていうのは非常に高コストになってしまいます、そんな中で日本の国民の皆さんがのエネルギー不足にならないように、そしてあまりにもこれが、値上がり、電気料金の値上がりにつながると、これ生活成り立ちませんから、うん、これはやっぱり短期的にはやっぱり今止まっている、原発再稼働やむなしという短期的ですよ、あくまで。ロシア以外の国からそういう、燃料の供給が安価での供給が見込めない限り、やっぱりそこはちょっと方向を見直す必要あるなという話を昨日はしてました、うん、でもそれ以外じゃなく、それ以外にもロシアを応援している国とのお付き合いも、これ中国も含め、そういうお付き合いも見直さないと、これもう日本にとっては今回のウクライナの侵攻というのは本当に対岸の火事ではないんだよ。だからそれをすると非常に経済的なダメージを受けると思います。でもそのダメージを国民の皆さんに理解していただく、でもそのダメージをね、やっぱり受け入れないと、これロシアに対しての制裁はできないわけですから、
まあ、そのぐらいのことをやっぱり政府は国民の皆さんに説明をして国民の理解を求めるべきだと思います。テレビ局の本当です。関連してなんですけれども、週末も多くの民間人が犠牲になっていて、ただ停戦に向けた交渉というような動きもあるようですけれども、現状の受け止めを改めて伺いますでしょうか。ロシアが無条件で撤退すべきだと思います。もう力によって現状変更することを世界が認めると、そういうふうなものはあちらこちらで、勃発してしまいます。だから停戦の条件はもうロシアが無条件で撤退することですよ。共同通信の小山です。話変わって石川知事選なんですけども、先日長崎知事選では藤田幹事長が、地元の方に入られた応援行動を取られたと思います。石川知事選でその維新としてはどういった応援を動いているんですか。長崎と同様に推薦した限りは全力で我々も戦っていきます。大統領自らがですね、しかも現地に入られて応援というのを考えられているんでしょうか。コロナの感染状況次第というふうには考えています。また話変わって恐縮なんですけども、土曜日にですね、立憲民主の菅直人元総理が大阪に入られまして、どうだったの。見てないついて回ってて南波駅の街頭演説だけ、聞いていたんですけども、どうだったの。見てないけど、IR は反対だということで、だから大阪の皆さんの反応ってどうだったの。どの裏集まってたの。どこ誰か行った人行ってるやん。聴衆は数十人程度だと理解してますが、そんなもんなんでしょう。それ IR は全員が賛成とは思ってませんよ。僕は拮抗してると思います、賛否。ただその夢島でやると、夢島の負の遺産を有効な資産に作り変えていくという、そういう方向性で、世の中ノーリスクのことはないわけですから、リターン求める中で、人が生きていく上でもリスクはないわけで、やっぱりそういう方向にっていうものは僕は公約として掲げてね、エンタメの拠点としていくということを掲げたわけですから、菅さんが、大阪で、反対、訴えられても、公約はしっかり守っているということです。その演説の過程で、維新に対してですね、自民の別の訴えだという、そういった発言もあったんですけど、それについてはどう。僕は選挙の時には、自公共民、自分たち自民党と大阪ではチーム組んでるじゃない。今更何言ってんのと思いますね。だから石川の選挙も全ての候補者から推薦依頼を受けましたよ。で、3名の方ですよ。一番最初にみんな身を切る改革については理解し示されたけど、一番最初にこの人ないなっていうのは自民党と立憲民主の推薦を受けた方です。であとやっぱりお二人は悩みましたね。行政経験もある金田首相も、そんなに悪いことはないけど、でも一人しか選べないから、だから自分たちは野合団合あちらこちらでねしといて、自民の別動隊、自民党にあの国会議員全員に勝ってきたのが我々なんだから。で菅さんももうすぐ忘れるけど、僕はこれまで知事選挙、市長選挙、絶えず自民、立憲の連合軍、そこに共産党が入った連合軍と対決してきました。石川知事選で、それも話に戻ってしまうんですけども、一部報道だと自民の安倍晋三元総理がですね、金沢に入られるというような報道もありましたけども、例えば先ほどコロナの減少数、状況に応じて現地に入ると大統領はおっしゃいましたが、そこは日程等で合わされたりするんでしょうか。そういうことは本部でやってます。今のところ日付としては何日に行くとか、まだコロナのこの状況であれば、今のところそういう
具体的な日程を決めれる状況にはありません。読売新聞の田中と申します。滋賀県の長浜市長選で維新の候補が、負けましたけれども、その受け止めと分析と、あと滋賀県への浸透具合どう考えられているかお願いします。これやっぱり現職はそれやっぱり空調選挙というのは現職がやっぱり強いですからね、やっぱり維新の会としての力不足ということだと思います。それから浸透度合いとか言われるけども、そんな簡単に浸透するもんでもありませんから、大阪でもここへ来るまでに、11年かかって、大阪維新の会という地域政党を作って12年かかって今ここまで来てるわけですから、だから長浜でね、大阪こう変わりましたと言っても、その長浜の人は実感ありません。やっぱりその候補者本人、で相手候補者も含めて候補者の魅力っていうもので、それからやっぱり現職の実績、そういうものの評価だと思います。他に質問ありますでしょうか。はい、お願いします。日本経済新聞の方をしてみましょう。区議長選挙なんですけども、来月に予定されている京都府知事選、維新は公認候補を出すんでしょうか。これはもう京都のメンバーが判断することですけれども、今のところそういう話は聞いていません。京都については今回、やっぱりもう参議院に注力するというのが、国会議員団でもそういうふうな方向で今、こうコンセンサスを、党内コンセンサスを、があるようです。参院選についてなんですけども、弊社の世論調査で再選どこに投票するかっていうと維新は2位なんですけれども、1月の調査から4ポイントほど減ってまして、この受け止めとまた再選に向けてどのように党勢拡大していくか、世論調査でも一喜一憂しててもしょうがないし、参議院に向けてね、国会議員だ衆議院特に増やしていただいたんだから、やっぱり全国的にそのな期待値をこうしっかりとこう固めていくためには実行力で、その実行力も野党ですから、政府に入ってるわけじゃないんで、目に見えたもので、こう予算編を編成できる力はないわけですから、やはり、こういう、今のこの国際情勢に対してのやっぱり日本としての立ち位置だとか、日本の貢献、日本がいかに貢献するかっていうね、やっぱり提案をしっかりと政府に、やれる提案する力はいただけたわけだから、立法もできるわけだから、そういう形で今期待値をしっかり形に見える形での、支持率にやっぱりこう変えていく、固めていく必要があると思ってます。他質問ありますでしょうか。毎日新聞です。27日にですね、駐日ウクライナ大使 の、 セルギー・ポルンスキーさんが日本維新の会の鈴木宗男さん の、 ブログについてですね、鈴木さんがゼレンスキーが大統領になってからミスク合意、訂正合意を履行しなかったことが今日の事態を招いているということで書かれてたんですけども、それについて SNS 上で少し不快感というか示されたんですけれども、改めてなんですけれども、日本維新の会の考え、代表の考えとその鈴木議員とですね、そうした認識というのが一致しているかというのと、維新の会の方の考えというのはどういうものであるかというのをちょっとお伺いしたいんですが、我々の考え方というのはもう力による現状変更、その間にどのような事情があってもそれは認められないということです。鈴木さんもそれは同じだと思います。ただそこに至る中で、今のウクライナ、大統領がね、やはり、対話の部分でね、やっぱり相手を納得させて初めてですから、そこでのやっぱりすれ違いがあったということを指摘したもんだと思ってます。我々はもう党としては
もうロシアに対して、徹底的にロシアの行動は批判するし、でロシアが無条件で撤退をして、謝罪をすると、もう力を使ったわけだから軍事力を、それまではやっぱり国家として、ロシアに対しては制裁するというのは当然我々の方向性です。鈴木議員 その、まあ、そこに至る過程で、まあ、ウクライナ側にちょっと誤りというか誤りじゃなくてすれ違ったということを指摘されているわけでしょうか。特にその今回の鈴木さん その議員 の、まあ、ブログについては特に代表の方から注意されるとかそういうことはない、その考えとしてはそこまで、まあ、その表現の仕方はまずかったけどそれでいちいち全部党 の、そのメンバーにその表現を全て僕が指摘して直させるというのも違うでしょ。この関連じゃないんですけどそのウクライナ侵攻の関係で核兵器 の、 です、ね、その力というかバックグラウンドを使ってプーチン大統領が各国にその圧力を強めているような場面が何度かあるんですけれどもこのことについて、まあ、日本 の、 被爆された方の団体などから非難の声が出ているんですがこのプーチン大統領の、まあ、核兵器を使った力の行使の仕方についてはあの代表としてはどういうふうに考えていますか。こんな問題外よ、うん、ただそういう人はいるということは世界のリーダーで大国のリーダーにその人は事実いるというそういう現実も受け止めないとね、うん、だからこれもう核戦争になったらもう全員終わるよ、うん、そんなのもう望んでる人なんか誰もいないだろうしでもそういうことを脅しに使う、大国の大統領はいるんですよ事実に。その人にその人を全て否定するかというとその考え方を支援するその考え方をある程度理解する大国の、まあ、中国もそう言ってるわけだからそういう人たちはいるわけです。でそんな中でどうやって日本を守るのと、ただ単に何て言うかな道理一辺倒に核廃絶だけ叫んでて守れるんかね、うん、だからそこは、まあ政治家というのは現実をの中での仕事をしてるわけですからやっぱり核を撃たれないようにするために何が必要なのか事実を日本はアメリカの核の傘の中で安全保障を守っていただいてる、うんわけだから、うん、だからそういうやっぱりそれ理想はいくらでも語れるけどそれだけで守れるんですかということをやっぱりしっかり日本の国民の皆さんもちょっと本気で考えてもらいたいと思います。僕も持つのは大反対ですよ。でもなければその脅しに屈するしかなくなってしまうというのがその人が力によって戦争を吹っかけてきたわけだからそういう人が世界にはいるんです。その現実を直視しないその関連では27日にですね安倍元総理が民放の番組で核の共有についての考え方を示されまして今日 の国会では岸田総理が非核三原則に減らせば、まあ、認められないということだったんですけども核の共有ということについては代表の方が何かいうところがありますか。これ僕はもうトランプさんが大統領候補だった頃に日本の日本国の防衛については、日本独自でやるべきだと。でトランプさんは日本の核っていうものも議論すべきじゃないのというふうに言われたときにそれは議論すべきと言われたらするのが当然というそういう意見を表明しまして、うん、だから非核三原則というのはこれ今までの戦後80年弱のね
その価値観だけど、でも核持ってる国が戦争を仕掛けてるんだから、うん、だからその、昭和のままの価値観をね、そのままこれ令和もずっと行くの、当時僕が言った時はあんまり安倍総理は応援してくれなかったとか、総理だったからね賛同してくれないけど、うん、だからまあ僕から言うと総理の時代にそれやってもらいたかったなと思いますね。議論するのは当然です。かなりその核の共有っていうところについては代表としては考えが安倍総理と安倍元総理と似たようなところが、なんか核のミサイルの基地を持つという僕はミサイルの基地は持つ必要ないと思うけど、やっぱりアメリカの原子力潜水艦をリースしてもらうとか、うん、そういうふうな議論をやっぱりすべきだと思います。他ありますでしょうか。よろしいでしょうか。